はい、どうもこんにちは、川野です。講義系の動画を出すのは久しぶりですね。最近はミルダムで配信しないといけなかったり、スト5の大会が近くって練習時間が増えてるのもあって、講義系の動画を出す暇がちょっとありませんでした。ということで久しぶりにやっていきたいと思います。今回の動画の内容は、初心者におすすめ防御方法4選という内容になっています。初心者におすすめということは、そうなんです、もちろん超簡単でなおかつ強い防御方法というわけであります。なので今から教える防御方法は全くの練習いらずとなっています。超簡単っていうとそんなに強くないのかというと、そういうわけではなく、もちろん最上級のプロレベルでも当たり前に通用する守り方です。上のレベルで大事なことは、難しい防御方法を一つだけやるよりも簡単なものでいいから、様々な防御方法を散らしていくことなんで、今から紹介する防御方法はプロもちゃんと使用しまくっています。この簡単な4つだけでもちゃんと使い分けることができれば、グラマスまでは確実にいけます。安心してください。結構有名な防御方法も多いと思います。ちなみにこの動画の最後、4つ目に紹介する防御方法がこの中でも群を抜いて一番簡単で、なおかつ一番強いと思います。じゃあ早速1つ目を紹介していきたいと思います。おすすめ防御方法1つ目、ワンガードバクステです。これは本当に強いですね。終わってるくらい強い。攻撃をする側は、ワンガードバックステを狩るためには、そもそも技をガードさせずに直で投げるか、技をガードさせた後に前捨てするくらいしか基本的にはないです。ただ前捨てっていう行動はかなりのリスクがつきまといます。一応他にもワンガード後に大攻撃を振ることでバクステ狩りになりますが、これは正直言って微妙です。なぜかというと、基本的に最速技で暴れられると負けちゃうっていうのと、ちょっとでも距離が離れているとそもそも技が届かないです。また確定反撃がある場合もあります。超攻撃をガードした後にバクステはちょろっとだけ難しいんで、中攻撃以上をガードした後だけでも全然強いので、それでもいいです。さっき攻撃する側がワンガードバクステを狩るためには、そもそも直で投げる、もしくはガード後に前捨てをするという方法を紹介しましたが、じゃあ守る側はワンガード後前捨てしてくる相手にはどうすればいいのかと言いますと、それが2つ目のおすすめ防御方法、遅らせ攻撃になります。遅らせ攻撃をすることによって、ワンガード後の前捨てをしっかりと確定で狩ることができます。この遅らせ攻撃は小攻撃でも中攻撃でもいいです。基本的には小攻撃でも中攻撃でもリスクは同じなんで、よりリターンが高い中攻撃の方がおすすめできます。厳密にはリスクは同じではないんですが、最初はあまり考えなくて大丈夫です。また遅らせ攻撃は他にも歩き投げなどに勝つことができます。小攻撃からの当て投げには負けますが、中攻撃からの投げには大体勝てます。他にも少し離れたところから相手が投げに来た場合に遅らせ攻撃をするとすごい効果的です。わかりやすいのが、一度投げられた後ですね。キャラによって投げ後の状況は違うんですが、投げの後にもう一度投げに来る場合は大体遅らせ攻撃で勝てます。これで遅らせ攻撃を嫌がった相手は、次にどうやって遅らせ攻撃を潰しに来るのかというと、相手も B 遅らせ攻撃をしてきます。これを食らうとめちゃくちゃ痛いです、正直。
じゃあ B 遅らせ攻撃に対してこちらは何をすればいいのかというと、それが3つ目のおすすめ防御方法、リバサジャンプです。リバサっていうのはリバーサルの略で、要は最速でジャンプしちゃう防御方法です。ダウン後もしくはガード後にリバサでジャンプしてみてください。案外狩られません。初心者隊は特に狩られづらいと思います。さっきの B 遅らせ攻撃に対してもリバサジャンプをすることで、相手の遅らせ具合によりますが、まず逃げることができます。攻撃を空中ぐらいすることもありますが、空中ぐらいは安いので、それだけで相手と距離が離れるなら全然 OK です。またこのリバサジャンプは後ろでも垂直でも前でも何でもいいです。基本的には自分が端を背負っている時は前ジャンプをして逃げる、位置が中央あたりで余裕がある時はバックジャンプで逃げるというような使い分けがセオリーにはなっています。たまに垂直を混ぜてみるのもありです。なんでかっていうと、攻撃してる側からしたら垂直ジャンプは意識外のことが多いので、対空が間に合わないことが結構な頻度であります。これは上級者同士の対戦でもそうです。対空が間に合わない場合、もちろんジャンプからフルコン入るので相当なリターンが取れます。仮にダメージは取れずにジャンプ攻撃をガードさせるだけでもこっちのターンになるんで、実質そこの攻防は勝ったという認識で大丈夫です。ただもちろん垂直は落とされると、そのまま相手のターンが続いてピンチになってしまう可能性もあるんで、ハイリスクハイリターンを取るなら垂直、ローリスクローリターンを取るなら後ろ前ジャンプという風に使い分けるのがおすすめです。またリバサジャンプのもう一つの強みは、投げに勝つことができる点です。相手が投げを重ねてきていたら当たり前ですけど余裕で避けることができます。また小攻撃当て投げに対しても、最初の小攻撃は当たってしまいますが、そのままジャンプ入れっぱにしておけばしっかりと避けることができます。これもリバサジャンプのかなり強いところです。じゃあ攻める側はリバサジャンプに勝つために何をしてくるのかというと、しっかりと通常攻撃を重ねていきます。しっかりとした重ねに対しては、守る側はどのような防御手段で対抗すればいいのかと言いますと、ここでおすすめ防御方法の4つ目が来ます。冒頭でも言いました通り、これが一番簡単で一番強いです。では最後の4つ目、何もしないです。これが一番強いです。今まで紹介した防御方法はノーダメージでその場をしのぐこともありますが、防御方法を読まれてしまった場合、結構な量のダメージを食らうことになってしまいます。しかしこの何もしないという防御方法は、相手がしっかりと通常攻撃を重ねてきた時はノーダメージでその場をしのぐことができ、相手が投げを重ねてきた時は100ダメージそこらだけでその場をしのぐことができます。このだけっていう認識が重要です。投げられた後っていうのは距離もある程度離れますので、相手は置き攻めをすることが基本的にできません。つまり投げを食らうことによって相手のターンは終わります。これが何もしないという防御方法が一番強いと思う理由です。投げの100ダメージだけで相手のターンを終わらせてやったと思うことが超重要です。こと画面端で投げを食らった場合においては、相手のターンが続いてしまいます。画面端は投げ後でも距離が離れないんで、相手は置き攻めをすることができるんですよね。画面端が強いと言われる理由の一つにこれも含まれています。画面端の投げは置き攻めできると言っても、密着の置き攻めではないので言うても弱い置き攻めです。なので画面端で投げを食らっても
落ち着きましょう。画面端で投げを食らった時は、2番目と3番目に紹介した遅らせ攻撃とリバサジャンプを混ぜると、いい感じにローリスクでその場を切り返すことができます。投げの後にもう一度投げに来たら、遅らせ攻撃で超リターン取れるし、リバサジャンプは簡単に画面端を脱出できます。もう一度何もしないを選択するのもありです。以上、初心者におすすめ防御方法4選でした。いかがでしたでしょうか。一応分かりやすい順番にしてみたつもりです。ちょっと分かりづらいとこあったらコメントで教えてください。まあ言っちゃうと、防御方法なんてただのじゃんけんです。ずーっとチョキ出してたらそりゃ負けちゃいます。頑張ってグーチョキパー、バランスよく出しましょう。最後に紹介した何もしない、これをじゃんけんで例えて言うと、毎回確定でアイコにできるようなもんです。厳密にはちょっと違うんですけど、そんな感じのものだと捉えてくれれば強さが分かってくれると思います。他にもいろんな防御方法があります。今パッと思いついただけでも、まあ10個は思いつきました。急に全部やれって言われても難しいと思うんで、最初はこの4個だけでも全然通用します。慣れてきたら他の行動も混ぜてみてください。相手の攻撃パターンはどういう攻撃が多いかを見極めて、それに合った防御方法をしっかりと対戦中に取ることができれば勝率が上がってくると思います。それじゃあ今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価できればよろしくお願いいたします。ミルダムのフォローもお願いします。リンクは詳細欄に貼っておきます。あとツイッターのフォローもお願いします。ローマ字で川野ちゃんです。バイバーイ。